付き合ってると思ってたの私だけだったんです。でも彼何度もうち来てるし旅行も行ってるし、どう考えても付き合ってますよね。彼氏ですよね。ですよね。旅行のお金私が出してたんですけど、結婚したら二人の財布になるだろうしと思って。なのに彼全然そんなつもりなくて。びっくりです。びっくりしますよね。私なんかもうあっけに取られちゃって。びっくりするくらい美味しいです。え、食べませんか。食べたら泣いちゃいそうで。すいません、私だけ。びっくりしますよね。サバの旨味が染み出てるよ。味噌のタレだけでもご飯いけちゃうんじゃない？柔らかくてジューシー。失恋に巡り合いますように。名もなき花。食べませんか。ドラマ失恋飯1月14日から Amazon プライムビデオで独占配信。